鎌梨川開国橋上から八ヶ岳を望む海国橋は山梨県海市西八田と南アルプス市場今諏訪を結ぶ鎌梨川に架かる橋である。現橋は全長492メートル、福音23.3メートルの単純合成桁橋である。車道は片面に車線の計4車線で、両端には自転車歩行車道が備え付けられている。 兄弟は逆 T 式兄弟であるが、後期が大幅に異なることから上下線で別々になっている。県と甲府市と鉄道不毛地帯であるベッドタウン、南アルプス市を結んでいるほか、甲府市から中部横断自動車道知らね、インターチェンジへの重要なバイパス道路である。また、東京方面から国道52号を使って、 県西南部へ向かう場合中央自動車道二葉、ジャンクションを経由するより距離が短いことから、交付省はインターチェンジで一度降りて知らね、インターチェンジへ向かう車も多い。橋の両端は交差点となっており、東側は開国共闘詰め交差点、西側は開国橋西交差点の名前がついている。開国共闘詰め交差点は、 バイパス道路として2005年に全線開通したアルプス通りと山梨県道5号、甲府南アルプス線の旧道である通称バス通りが合流し、かつ、海野市と中央市を結ぶ山梨県道116号、薄谷原流王線が並行して交差していることから、ごサロとなっている。また、海国橋西交差点も知らぬインターチェンジや、 南アルプス市北部へ向かう山梨県道39号今、諏訪北村線と南アルプス市南部と藤川町へ向かう山梨県道5号線が分岐しており、さらに、韮崎市方面と新山梨環状道路赤草ランプ方面を結ぶ山梨県道118号南アルプス海線が並行して交差している。このように双方と元語サロに挟まれていることから、 交通量が多く、特に朝と夕方は非常に混雑する。一方、通信する片側2車線の内左側1車線は直進、左折、斜め左折の混合レーンとなっており、朝ラッシュ時間帯において南アルプス市方面から甲府市方面へ向かう場合、開国共同詰め交差点を中心とした渋滞の原因となっている。そのため耐震工事と合わせ、 海国共闘詰め交差点に左折専用の例の1、車線追加する計画がある。このルートは、江戸時代に徳島関をはじめ、海の国西部を開拓させた甲府城代、戸田天根坊主の命で整備したことから、戸田街道と呼ばれており、甲府城城下町より、小笠原地域を経て、新州や駿河へ通じる重要な街道場にあった。しかし途中には、 日本三大急流と呼ばれる藤川があり、大雨による増水によりひとたび河川は氾濫していたため河橋は困難であり、明治時代初頭までと線量が高額であったにも、かかわらず、渡し船での渡河を余儀なくされていた。明治中期になり、小笠原地域北部にあたる在家塚出身で、公衆財閥の一人でもあった若尾一平の寄付などによって1899年に、 境国橋として目標がかけられた。この時は、有料橋で、通行するときは、橋線として一線を徴収し、橋の修繕費に充てられたとされている。1909年に、新しい目標に架け替えられ、この時、若尾一平が、我が海の新運を貧促ならしむる。つまり、釜梨し伊勢の西郡地域の発展を願った願意を、込めて、境国橋から、 開国境に改名された。1918年に二度目の掛け替え、さらに1924年にコンクリートを使用した修繕が行われ、この時不要となった木材は下流にある鏡、中条村に売却され、鏡中条橋の建設に使用したとされる。1930年5月1日に、山梨交通電車線の久川駅と海王駅間が開通し、 同時に東橋の下流側に全長459.6メートルの鉄道橋が架橋された。鉄道橋は海国橋と隣り合わせで架けられたが、釜梨川橋梁として海国橋と別の橋とされている。一方、海国橋はこれまで木橋で架けられていたが、耐久性などの問題から頻繁に架け替えや補強が行われていたこと。 また自動車の往来も増えたことから昭和になって間もなく永久橋として掛け替えられることになり1933年に橋町497.37メートル、福音6.0メートルの鉄筋コンクリート構造の桁橋が完成した1962年に山梨交通電車線が廃止され鉄道橋は 歩道橋に転用されることになり1968年に、福音3.0メートルの歩道橋が完成。歩道橋は開国橋に組み込まれ、道路部と合わせ福音は9.0メートルとなった。しかし1980年代になると交通量が増えただけでなく、14トンの重量制限を大幅に。 超える大型車の往来により道路部の老朽化が進んだこと、さらにこの時混雑緩和を目的に、山梨県道5号線及び、山梨県道39号線の拡幅、合計4車線化工事が開始され、開国橋もこのルート上に組み込まれ、最終的に4車線化が決定したため、1981年より、掛け替え工事に着手された。 架け替え中の1985年に台風6号の影響で既存の橋が損傷し通行止めになる事態が発生した。すでに新しい橋の工事が進んでおり既存の橋は廃棄され新しい橋の供要を早めることも考えられたが回り道である上流の震源橋を呼び下流の鏡中城橋。 朝原橋が大渋滞を引き起こし早急な開通が求められたことから既存の橋を修復することになり、1ヶ月後に修復が完了し、通行止めは解除された。新橋はまず1986年に開催されるか、維持国体に間に合う、8日流側から工事が進められ、同年5月24日に南側の第1期工事が竣工し、暫定に車線として、 新橋の供用が開始された。引き続き上流側の工事が行われ、1991年11月19日に、春工。上流側を甲府方面用の片側に車線とし、すでに供用されていた下流側が、南アルプス側の暫定に車線も片側に車線に切り替えられ供用が開始された。なお、63年にわたり、使われていた。 旧橋は、鉄道橋であった、歩道橋を含め、第一期工事完成後に解体されているが、親柱のみ在気塚の流芸院の境内に移され、現存している。開国共闘詰め交差点南側に、山梨県警察学校と、山梨県立農林高等学校がある。この場所は、第二次世界大戦前は、甲府競馬場として年数回地方競馬が、開催されていたが、 1936年に、大日本帝国陸軍の玉畑飛行場が設置され、その後競馬場の施設は取り壊された。戦後、幸福空襲により、校舎が焼け出された山梨県立農林学校が、飛行場跡地に建設され、学生改革による校面変更を経て、現在に至る。高度経済成長を経て、農林高等学校の南側に、釜梨工業団地が、 さらにその南には、コーフリバーサイドタウンが造成されている。コーフリバーサイドタウンのあたりは以前、薄い沼という沼地であったが、地方病の原因となった宮入り街の生息地であったため埋め立てられ、現在では沼地であったことを知る手がかりはごくわずかで、ある。釜梨工業団地や、コーフリバーサイドタウンへ、墓上中城橋の方が近いが幅が4.0メートルと、 狭く対面通行も困難であるため、幅が2メートルを超える、中型自動車や大型自動車は、鏡中城橋を酒海国橋、または、釜梨川大橋を利用する。海国橋島詰め交差点北側は、釜梨川スポーツ公園が、震源橋方面へ向けて、細長く伸びている。多目的グラウンド、テニスコート、ターゲットバードゴルフがあり、 海の市民の憩いの場となっている。海国橋西交差点にあるへ今、諏訪地区は、アルプス道路沿いに、店舗や住宅が並んでいるが、それ以外は、桃畑や桜んぼ畑が広がっている。北側に、山梨県立白根高等学校が、さらにその北側の下高砂地区には、山梨県総合交通センターがある。総合交通センターは以前山梨県道20号街。 早川線の屋久島地域にあり、震源郷経由で向かった方が便利であったが、2006年に、海国橋と震源橋のほぼ中間にある現在地に移転され、甲府駅や甲府バイパス、甲府省はインターチェンジから向かう場合は海国橋を経由した方が便利である。なお、三郡西橋から海国橋まで釜無川の西側に、 沿って釜梨川サイクリングロードが伸びているが、海国橋を境に東側の方になる。その後新元橋で再び西側になり、国道52号厚生道路が通っている、相田橋まで伸びている。海国橋島詰め交差点の手前にある、農林高校入口交差点でアルプス通りと山梨交通電車線の配線跡を道路化した、通称、廃棄道が合流するため、 実質6サロとも言える。平成22年度公共事業事前評価調書、開国共を耐震補強、左折レーン設置も、計画、本年度滑水期に着工予定。ありがとうございます。